磁力を使え。年間本100冊論文300ペーパーを読み漁り、誰かが言ったことでなく論文から出て結論しか信じられなくなった論文男がお送りをします。さあ本日は漫画を科学で解析シリーズです。以前放送した鬼滅の刃、グラップラーバケに続いて呪術回戦を科学で分析し、日常生活に応用する方法を論文を使って徹底解説していきます。漫画の内容の考察ではなくて、呪術回戦で使われている呪力というのを日常生活に応用するという呪力の核心に迫る内容になっています。特に自分はネガティブ思考で何をやってもダメだと思っている方は、その感情を呪力に変換し、人生と戦うことができる方法を科学的に解説をしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。いつものことながら参考にした論文は説明欄に貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。それでは早速いきましょう。まずはそもそも呪力って何なのかなんですけれども、五条悟曰く、自分自身の負の感情を火種に呪力を捻出して呪霊と戦うことになる。そのためどんな状況下でも己の感情を一定に保つ必要が出てくるというセリフがあります。負の感情、つまりはネガティブな感情というのが呪力の源になります。まずはこのネガティブな感情という部分から科学で紐解いていきましょう。呪力の源であるネガティブ思考というのが何なのかわからないと呪力の核心にはたどり着けませんので、まずはここを解説していきます。ネガティブっていう言葉だけを聞くとなんとなくダメなイメージを持っていたり、ポジティブの方が絶対にいいっていうイメージを持っているかと思います。確かに2012年の工区大学の研究では、ネガティブな感情を持っている人の方が交通事故に遭いやすいだったりとか、2020年のブリティッシュコロンビア大学の研究では、13,611 名を対象にして、ネガティブな人というのは早死にしやすいというようなデータが出ています。人生を否定的に捉えてしまう負の感情であるネガティブ思考というのは、交通事故に遭いやすく早死にしやすいということです。ただし、これはネガティブな感情を間違った方向に捉えてしまった場合の最悪なシナリオになります。2015年のニューヨーク大学の研究では、ポジティブ思考は捉え方を変えることによって集中力を極限まで高めることができるっていう研究もありますし、捉え方によってはネガティブな感情を呪力に変えて自分の潜在能力を高められるっていうことが分かっています。つまり科学的に言っても、このネガティブ思考を呪力に変えるということは人生を楽しく豊かに過ごすためにはめちゃくちゃ重要ということなんです。ちなみにポジティブ思考というのは科学的に見れば、給料が下がったり、やる気を司る能力をダメにしてしまったり、うつ病のリスクが上がるなんていうことも最近の研究から明らかになっていますので、よく本で書いているようなポジティブシンキングというのはめちゃくちゃ危険です。またこの部分は別で動画を作成予定ですが、基本的にネガティブな感情の捉え方を変えて呪力に変えるということは、集中力を研ぎ澄ましたり、人が本来持っている潜在能力を発揮できる力になるということです。じゃあこのネガティブ思考の捉え方ってどうやって変えていけばいいのかなんですが、ここを科学的に解析をしていきましょう。虎杖悠仁には五条悟という師がいたように、私たちには論文研究という師がいますので、実際の研究を紹介しながら解説をしていきます。2019年のニューサウスウェールズ大学の研究では、感情やイメージというのは意識的に消せるのかというような研究が発表されています。研究の方法としては以下の手順になります。はじめに研究者が被験者にリンゴを想像させます。その後にリンゴのイメージを頭から消してっていうような指示をします。要は一回抱いたイメージを自分で完全に意識から消せるのかを見たということです。ちょっと分かりにくいんですけれども、よく嫌なことがあった時に、よしもうこれは忘れようって一回その感情に踏ん切りをつけようとすることがあるかなと思いますが、この感情や思考の踏ん切りというのは本当にできるのかということを科学的に調べたということです。結果としてはほとんどの被験者はリンゴを意識から消せたというふうに感じたということなんですけれども、実際には赤色などリンゴと関連した色や匂い、言葉を提示したところ、リアクションが他と比べて強かったということで、意識的に思考を抑圧することは無理であるというような結論が出ています。つまり本人がうまく嫌なことを忘れられたと思っていても、実際には潜在意識の中には強く残っていて、それは全く解決していないということなんです。リンゴなんかのただのイメージでも忘れられないということなので、ネガティブな感情というのはもっと強く残ることが容易に想像できます。じゃあこのネガティブな感情というのはどうするのかなんですが、先ほどの研究から抑圧するのは全く意味がありませんので、思考の変換、そして解像度を上げることが重要です。この思考の変換から解像度を上げることこそが呪術回戦の呪力になります。一度ネガティブな感情が湧いた時には感情を高ぶらせずに、一定の感情をイメージしながらネガティブな感情を体の外にまとわりつけるイメージを持つようにします。こうすることによってネガティブ思考というのを自分の体の外に出し、客観視することができます。なぜそういうネガティブな感情になったのかを客観視するということですね。ここまでを思考の変換というふうに言います。そしてここからは感情の解像度を上げていきます。2015年にジョージ・メイソン大学から出されたレビュー論文から提唱された方法になるんですが、今思っているネガティブな感情をもっと詳細な感情にしていく、つまり感情の解像度を上げていきます。わかりやすく言えば、ムカつくなとか、あいつ最低だわっていう漠然とした感情から、あの行動はみんなに迷惑をかけているから、この怒りは誰でも持つだろうな、
これは上司に報告しとこうみたいな、ムカつくという漠然とした感情の解像度を上げて、なぜイラつくのか、そしてここからどうしていくのかまでも考える、解像度の高い感情にしていくことが重要になります。これをすることによって暗い最悪の感情の捉え方を変えることができ、ネガティブ思考を呪力に変えて潜在能力を高めることができます。ネガティブな感情が生まれたら思考の変換、そして感情の解像度を上げる、つまり呪力に変えるという意識を持つことによって集中力が爆上がりし、自分が本来持っている潜在能力を発揮できるようになります。一つ注意しないといけないのが呪言です。犬巻先輩が使う自身の声に呪力を乗せて言霊の増幅強制をさせる技ですね。とても強力なんですが、作中同様に実際にやろうとするとめちゃくちゃリスクがあることが分かっています。2020年のピッツバーグ大学からネガティブな言葉と健康レベルに関しての研究が発表されていまして、ネガティブな言葉を多用した人というのは健康状態の悪化が見られ、幸福感の低下や孤独になる可能性が上がったという結論が出ています。つまりネガティブな感情が湧いたとして、それを言葉に出して発散する方法というのは自分自身を傷つける恐れがあり、避けなければいけないということです。よく海に向かってバカ野郎とか叫ぶとストレスがなくなりそうっていうイメージを持つかもしれませんが、そういうネガティブな感情というのは口に出して自分の耳で聞いてしまうと増幅しやすいっていうことが分かっていますので、犬巻先輩が使う呪言は避けるようにしてください。本日は呪術改正の呪力を紐解き、最悪なネガティブ思考をプラスの力に変える方法を紹介しました。ぜひ最悪な感情は呪力に変えて、負の感情が集まって作られた呪霊と戦う準備をしていきましょう。それではまた会いましょう。バイバイ。本日はありがとうございました。このチャンネルでは論文や本をベースにして生活を豊かにする情報を放送しています。週3回、金土日の夜7時、ぜひご覧ください。あとグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。